柔道その その、それではポイントの一つ目を解説いたします。まず上段の内受け、そして右手は構え、人の構えから上段の人打ち、さらに追い打ちをかけて上段の内技に入ります。まず、上段の攻撃に対して、上段に受けます。さらにその反撃に人を打ち、そして内から人の内に入ります。それではポイントの2つ目を解説いたします。まず最初に押さえ受け、しっかり相手の出鼻をくじくように押さえて、しっかりした立ち方で受けます。そして瞬時に回転をして遠距を入れます。中段に反撃しながら、そしてまた回転しながら中段に突きを打ち込みます。まず押さえを持って受け止めます。そして瞬時に回転して遠距を打ちます。そしてさらにさばきながら中段に突きを打ち込みます。
それではポイントの3つ目を解説いたします。まず、構えながら、中段の円比を打ちます。そして素早く人に反撃します。そして追い打ちをかけるように中段の円比を行います。次に下がりながら相手の攻撃に対して下からあてがってつかみ受け、それを引っ張り込んで上段に袈裟斬りの構えの位置に人を打ち込みます。まず、相手の攻撃に対して円比を行います。そしてすかさず死闘のうちの反撃、そして追い打ちをかけるように円比を行います。そして次についてくるのを下から掴んで引っ張り込んで上段の打ちを反撃します。それでは4つ目のポイントの解説をいたします。まず肩を柔らかく使いながら上段の内輪だ、そしてさらに手を開きながら円比、そのまま打ち込んで手刀に入ります。その際にはしっかりした際立ちの立ち方を持って連続技を行います。まず上段の攻撃に対して内技で受けます。そして開きながら円比、そして畳みかけるように上段の内技を行います。それではポイント5つ目を解説いたします。まず最初に、左手で避けながらさばきます。その時に際立ちをなりります。そして左足を下げながら右手で上段縦裏剣、そして逆突きを行います。左手で受け流す、この時の裏剣の構えは縦です。縦から裏剣のコース、そして逆突きを行います。パッパッ。まず最初に、上段に突きを受け流します。そして左足を下げながら縦の上段の裏剣、そして逆突きを行います。